どうする、俺がもし女だった場合、うん、宮野真守さんと結婚したよ。いやいや、どういうこと、どういうこと、いや、女だった場合、俺が女だった場合ね、あ、うん、俺が女の世界線だった場合、いやいや、世界線だった場合、太郎が女だったら女の世界線だった場合どうする、俺、ケイン小杉とかで、いや、二人ちょ、あ、あれ先生ないですよ、あら、あれ、あまあ、達せたな、あれ、え、え、どうも皆さんは、こんばんにちは、大塚明夫です。いや、オトジャの入り方です。いや、久しぶりだな。大塚明夫さん元気でした？ああ、私は元気だった。お前たちはどうだった？僕たちは、あ、そりゃよかったな。いや、聞けよ、話聞けよ。うん、そりゃよかった。確かに、ゲーム実況で見たな。はい、久しぶりだな。ありますよね。懐かしい、そんなこともあったっけか。はい、何してたんですか？今日は、俺はな、はい、友達を連れてきた。え、友達、今日は私の友達を連れてきた。友達、宮野真守さんとか、すごい、本当にそれこそすごいぜ。ケンコスギとかあるよ。ケンコスギはないかもしれないな。ダンディで言ったダンディズム。ダンディズムだけで言ったらね、うん、そうか、ケンコスギいいチョイスだ。あ、いいセンスだみたいな。いいセンスだみたいな。いいセンス、そうだ、早速呼んでみよう。わ、ぜひ、お、楽しみ。おい、入ってこい。誰？え？あれ？またせだな。あれ？え？どうも、おはようございますよ。お疲れ様です。おはようございま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 す。しっかり、しっかり。それは俺の友達の大塚明夫だ。どういうこと？今日は大塚明夫からの紹介を受けてきた大塚明夫だ。どういうこと？ややこしいな。今日、それにしてもなんか少し太ったんじゃないか？誰が言ってんだ、アキヨ。ああ、そりゃそうだ。お前の親を取ってんじゃねえか、もしかして。おいおい、アニメとの食い過ぎか。おい、サイポン取られたな。なんだ、こっちの気を下手だな、なんか。お前さん何を言ってる、アメリカの感じになっちゃった。下手も上手もないだろ、私は本当の大塚アキヨだ。アキヨな。そうだ、こいつも使い方し、俺も使い方し。すごいな、溜め方が。向こうの秋葉さんのクオリティすごくない？見た目はテレンス・リーなんだけどね。なんでだろう。何言う、今日はな、そうか、今日は二人で遊びに来たんだ。あ、そうだ。あ、そうだ、おい、お前さん、そこにあるおもちゃを取ってくれないか。俺が行くのか、お前が行くのか。いや、俺は行かない、お前が行け。じゃあ俺が行こう。これだな。よし、それだ。今日やるゲームはこちらだ。せーの、アメージングルーレット。おい、お前さん言え。せーので言うなら、せーので言うなら。せーので言うなら、せーので、アメージングルーレット。アメージングルーレット。もう一回行こう。よし、今日遊ぶゲームはこちらだ。うん。アメージングルーレット。せーの、今度言わねえ。せーの言ってやれや。これが、かぶせだ。かぶせ。やるじゃないか、今日成長したな。よっしゃ、やっていこう。ルーレット。よし、お前さん、こいつは遊んだことあるかい？残念ながら俺はまだ一度もないな。よし。こいつはとてもスリリングなゲームだな。うん。さあ、ダンディだから。だから、大丈夫かな？このゲーム大丈夫かなと思って。なあ。よし、いいか？うん、説明してくれ。よし、まずはここに光ってるところあるだろう。ああ。ここにまずお互いの指を入れる。なに？もう一度言うぞ。この光ってるところにお互いの指を入れるんだ。うん。俺たちが指入れたらどうなるんだ？指を入れてスタートを押す。うん、そうするとルーレットが回転して、うん、ルーレットが当たった方に、うん、電撃が流れる、そういうシステムだ。どうだ、面白いだろう。これはまさか、メタルギアじゃないか。ちっちゃ。ちっちゃ。メタルギア。方向が核弾頭戦闘機じゃないのか。そんな大層なもんじゃない。こいつが本当のメタルギアだな、オタコン。いや、違う。オタコンじゃないよ。メガネしてるけど。オタコン。オタコンって。それじゃやっていくか。よし、やってみるぞ。よし、じゃあまずはお互いの指を入れた。どうする？俺は人差し指を行こうと思うが、貴様はどうする？じゃあ私は小指で行こう。フェイスガードでキスできてなかったよ。できてないよ、今。よし、うん。じゃあまず、そしてスタート押すぞ。あ、押して。あ、でも落ち着いてるな。俺が押してるんだ。うん、いや、じゃあ僕は俺が押させていただこうか。うん。どうする？あれ、ちょっと動揺してる。ちょっと動揺してる。どうした、今日。俺、少し電気に恐怖心がある。
確かにね。これはやっぱ怖いんだよな、これ。だって二人ともすんなり言ってた。どうする、うん、ビビってるのか。ビビってるんだって。そうだ。うん、ビビってるんだ。ビビってるんだな。確かに額で汗がすごくなる。確かに。汗がするぞ、秋が。大丈夫か。そのまま行こう。ああ、よかった。これで拭け。やだな。むき出しのティッシュやだな。一枚使うの悪いからな。一枚だけさせてもらおう。はい、あ、本当になぜか汗が触らなくなる。これ怖いんだよな。確かに。ちょっとその勘というかね、経験の勘で、うん、あ、だからそうか、指入れた時に感じたんだろうな、うん、自分が危険と察してるのね、今ね、うん、さあお前さん、さあ指を入れるんだ、さあ行くぜ、小指、なぜ小指にしたんだ、それは確かに、それはもうお前が自分で決めたんだよ、お前さん、めちゃくちゃ痛そうじゃねえ、痛そう、小指は痛いぞ、敏感だからな、よし、よし、行こう、よーい、うん、スタートだ、まあまあ、さあ来るぞ。いやー、まあ、さあどうなったところだ。もう俺は見ない。見ない。おお、すごいいいチョイスだ、それは。じゃあ私はここを見るぞ。うん、見た上で。あ、いった！あきおさん。あきおさん。あきお。お前の負けだ。ひらがな3つちゃんと出た。大丈夫か、あきお。どうした？この程度でビビってるのか、あきお。まだな。俺はボスを超えるねえ、こう何度でも受けて立ってやろうさあ、次さあ、だが次を負けるのはお前さんの方だな、いや、お前だ、いや、お前さんだ、お前だ、お前さんだあ、黒ひげなんで黒ひげなんだ残るんだよな、ちょっと。さあ、もう終わりか。そんなわけないだろ、お前さんが。お互い1対1ですね。確かに。お互い1対1だろ。じゃあ次、電撃が来た方が、曲げっていうことでいいな。そうじゃん。おぉ。おい、これ男らしい。ガソリンはないか、ガソリンをつけたいな。ガソリン。ガソリンはない。ガソリン過激だ。遠いからな。爆発させようとしてる。なんだって、ガソリンがない理由がなんだって。ガソリンスタンド、ここから遠いからな。何を普通のことに。確かに。気になったけど。気になったら結構歩くから。秋を通しか気にならないけど。確かに。リアルにちょっと遠いんだよな。よし、行くぞ。よし、じゃあ、この赤のとこにしか入れちゃダメなんだよな。そうだな。ここを押しても、ここに入れても、電源が流れない。どうして、お前ビビってるのか？4つに増やして指2本、まあ、増やして2本ずつとか、うん、そういうことができねえかなと思ったんだ俺。なるほどな。ここを押せば4分の、うん、まあ、だからど何個ビリビリが流れるか、こいつのもう天の任せ、天神任せ、ランダムだもん。何言ってる、俺は何言ってる、俺は何言ってる、翻訳してくれ、翻訳、俺は何言ってる、それ絶対俺に言わせてくれ。何を言ってるんだ、俺は何を言ってるんだ、俺に言わせろ、俺に言わせろ、俺に言わせろ、お前は何を言ってるんだ、俺は何を言ってるんだ、じゃあ言うな、お前私に渡せろ、行くぞ、じゃあよし、この指を2つ入れるんだな、ダブル小指で行くぞ、ダブル小指、俺はダブル小指、じゃあちょっと押しますよ、私のダブル小指で行こう、うん、そうだね、押してあげて、よし、こっち普通に押します、ね、じゃあ、うん、よし、押すんだ、1個から3個ランダムで流れると、はい、さあ、早く押せ。さあ、早く押すんだ。よし、押すんだ。俺の準備はできてる。なぜもちろん、ずっと前からできてるな。焦った準備。暇ない。一旦そう、二人。早く押せ何をモタモタしてる。いきますよ、二人で。いきますよ、二人。はい、うん、もう俺に電気が来ることはないだろうな。俺にも来る可能性がない。ビンビン上がるぜ。あの、お前さんに来るだろうな。お前さんの恐怖でもないか。ああだったんじゃないか。いや、待て待て、なんだ、大塚明夫じゃんけんで決めようじゃないか。大塚明夫じゃんけんだと、なんだそいつは。大塚明夫のセリフを言って、うん、じゃんけんするんだ。おお、じゃんけんの勝敗もしっかり
しかしこのセリフのクオリティもしっかりという勝負はどうだ、うん、おなるほど、すげえ、確かにすごい数のキャラ数やってるからね、いいだろう、いろんなキャラ数のセリフを取る、確かにそれが見たかった、通じていくぞ、よし、最初はグーじゃんけん待たせたなって言ったら同時に言っちゃうから、ま、いくぞ、あいこれいいセンスだ、この低さに上がらないですが生きる価値がない長いし、長セリフだな、負けてるし、じゃんけん、今井さんの負けだ、どうやら引き際のようだな引き際引き際のようだな、引き際のようだな、もう今日は俺の勝ちということで、またいつでも遊びに来ていいんだぞどうぞ、そうかい、じゃあ近いうちにまた寄らせていただくよ、ああいつでも待ってるぞ、じゃあタバコでも吸いに行くか、ああ悪くないタバコなんで黒いのすっげえすごいな、すごいな、あんなに二人とも甘噛みしまくると思わなかったね、奥のね、うん、あきおさん、あきおさん一言でもおはようございますまあでも本来はそうだよね、本来はそうだね、本来の秋代さんは、おはこんばんにちはは、だっておとじゃさんがやってるからね、そうそうそう、まあ、おはようございますが、おはようございますが普通なんだよねでもおはこんばんちを言おうとしてくれてたっていう、ね、優しさもある、うん、あーめちゃくちゃ面白かった、面白かったな、だんだんやっぱちゃんとその奥のね、うん、秋代さん、ね、横顔がずっと佐々木健介だ似てんだよな、骨格がそうだから、ちゃんこちゃん、ちゃんこちゃん、ちゃんこちゃん、